文化放送。ニュースピックアップこの時間は月刊誌ムーの編集長三上武晴さんに世界で起きている魔化不思議な現象について話を聞いていきます三上さんおはようございますおはようございますよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますまずは発売中の月刊ムー7月号からこちら AI が描いたイエスキリストの顔 最新の科学技術はついにここまで来ましたキリストの伝統的なイメージと言いますと、まあ、白い肌にブロンドの長髪で青い目ですね、まあ、しかしこれを覆す神の子の姿を AI が三上さん導き出したそうですねそうですねさすがに AI ですよね、えー、はい正しい正しいですか、ね、そもそもね、えー、イエスキリストが白人なわけがないの イエスはユダヤ人ていうのは、ええ、アラブ人と同じセム系の民族、ええ、ユダヤ人とアラブ人は、ええ、本来、はい、ほとんど見分けつかないのお<ー>外見上、はい、例えばデイブ・スペクターさんとかゼレンスキーもそうですけども、ええ、ヨーロッパに行ったユダヤ人、ええ、まあ白人と混血することによって 見た目が白人になったユダヤ人ばっかり見てるからイエスもそういう白人かと思い込んでるくだった今から2000年前パレスチアンあそこにいたユダヤ人まさにアラブ人と同じ黒い髪褐色のまさに黒い髪。 褐色の肌ですね。黒い瞳、茶色の瞳っていうのねなんですよブルーの瞳は？パツキンいやいやそれはまあもちろんねアルビノとかねそういうふうな色相的な異常でそういった先天的に肌の白い人はいるけれど書いてるのちゃんと聖書にはあ、書いてあるはずだ そんな,なのに、まあ、今まで我々が、ね、こうイメージしているそれは、ね、ヨーロッパのキリスト教の,この文化の中で絵に描かれる時にはやっぱり白人として描いちゃう、ね、まあそれは自分たちの方に、ね、<う>寄せたいですものね、うん。聖母マリアも同じ そうだななわけないでしょそれはそうだでも確かに信心してる自分たちがすれば、まあ、我々とのこの近い存在であってほしいみたいなところで生まれてきたってことなんですね,ね当時はね、えー、そういった、ね、写真もなければね,、はい、ねそういったパソコンとかもないわけだから、えー、まあしょうがないと見た人もいないしね,そうね言い伝えもあるけど<も>そうか聖書に書かれてるんだからね今回ねちゃんと こう描き出したこれよこれなんですねこれこれこれ。いやこれこれって三上さん見たことあるんですかでもええいろんな超能力者いるからああそうかそうかほら生きてる時のイエス見た人いるからそういう人もいるんですいるからいるんですねここらしいよ ああそうですか。そっくりあもうそう。そう,そうそ人にも聞いたら。あここの人だと。あこんな感じ。はあそうですか。よくできてる AI ね。え AI に、まあ AI もいろんなデータだからね。こんな感じ。感じあそうですか。これぜひムーを見ていただきたいですね。うん、えー、この AI が描いたこのイエスキリストはこうだというですね。うん、はい。でこの画像を公開したのは遺伝子検査をもとにした家系図作成サービスを事業として行っているイスラエルの企業なんだそう。 そうですでネット上ではです、ね、クロノバイザーという装置によって撮影されたキリストに告知しているという、まあ、非常に似ているという指摘する声もあったクロノバイザーって三上さん何ですかタイムマシンですねタイムマシンここで出てくるんですか、ね、<laughs> クロノバイザータイムマシンがこれね、ええ、これおそらくね今度ね公開される、ええはい、インディアン・ジョーンズの、はい、テーマで どうもねクロノバイザーが出てくるらしいタイムマシンのようなものが漏れ伝わってる情報そのクロノバイザーっていうのはバチカンが実は隠しも都市伝説的な話もずっとあってそのタイムマシンを使って2,000年前のイエスの写真あるのよ。でその写真っつのが今回の AI で描いたこのキリストの顔そっ クリなるよ。<ー>ということはクロノバイザーはいあるよ。あるたあるよあるよ。怪しい。あるよがまた出ましたね。さすが映画だな。そうなんですね。ねいろんなものが分かってきますね。こういう風になってくるとね。はい。さあ続いてはですね。月刊ムー七月号からこちら。死後も奇跡を謳歌する少年スラバの大予言。 アメリカと歯を競った旧ソビエト連邦がこの崩壊の兆しを見せ始めた頃、この国に小さな予言者が現れたと言います。それが少年スラバ。人々の病を癒し愛されたその少年が告げた未来が今現実になろうとしているというのです。果たしてそれはどのような世界なのかといった内容なんですが、このスラバはノストラダムスなどとは違ったタイプの予言者だと出ていますが。 そうですねノストラダムスもユダヤ人なんですけどもいわゆるその聖書でいうところの預言者言葉を預かる言葉を預かる系プラス学者ですね先生術師でもあったのでそれとは別に別にというかタイプがこのスラバ少年はもうシャーマン的なんか持って生まれた。 宗教的には神に愛されたっていうことにはなるんでしょうけどもでも霊能的にそう感じなんですね。そういうタイプのまあ<ー>預言者、はい、まあ霊能者って言っていいのかな。えー、まあ何よりこう病気を治したっていうね,、はい、ねイエスの病気治しましたけれども、はい、お貧しい人とかお病の人を次々、えー、はい、まあもちろん現代医療ではなくて でね治、ええ、してきたって治してきたってことなんですね。でその一方でこの少年スラバは近代医療を拒絶したというんですがその理由は何なんでしょうか、ね。それもあれなんですよね、ええ、なかなかねここねそのやっぱりこうスラバ少年は敬虔なクリスチャン、はい、ロシアですからロシア政教ですね、ええ、ロシア政教を厚く信仰していて。ええ で現代的な医療というのはそれは間違っていると<う>んなんだよ病気は治りませんっていうような立場なんですね。えー、まあこれはあの、はい、その少年の、うん、でそういう輸血をすることはよくないんだと。<ー>うん、ここでそういうものも出てくるんですね。まあ独自の宗教さんともありますけども、はいえー、まあこの少年に関しては自分自身が。 そういうこう他人の血を入れるということはあの拒否したというふうに伝わるそうなんですねえー、まあそしてですねその今、おっっしゃった三上さんおっしゃったみたいにその他人の血液を入れることを拒絶してスラバは幼くしてこの世を去ったと言われているんですがまあ去年、ですねロシアが隣国ウクライナに対して一方的な侵略戦争を開始したことまあこれをきっかけにスラバが生前に残した予言この数々が注目されるようになります。で プーチン大統領に似たこの人物に関する予言があるということなんですが三上さん、どんんなな予言なんですすこれね今ね今ご<え>い,いことになってるよそうなんですかもうもういっぱい予言を残してるんだけども、うん、明らかにこれプーチンだべっていうのが注目されていてスラバ少年は1993年に11歳で亡くなっちゃうんですけれども<え>まあ93年というともうソ連崩壊して、うんはい、でこのロシアの,この未来に<え>。に まあ近未来ですね、はい、最後のツアーレイいわゆるカイザーというかな、はい、シーザーというかな、ええ、まあ皇帝ですね皇帝、はい、が現れると<あ>お<ー>この皇帝がロシアのために正義の、まあ、これ正義の立場ねあそちらからどうもねその悪っていうのが、ええ、ウクライナっぽい そうなんですねで、まあ、このスラバにとってですねロシア正教会の教えこそが唯一絶対のこの正義だったと言います。でこの予言ではですねその最終統治者が戦う相手は神を裏切る人であり、まあ、今三上さんもおっしゃいましたけれどもウクライナの指導者ゼレンスキー大統領のことになると読めば読むほどその通り、まあ、そうなんですか,からスラバ少年にとってはプーチンはまさに。 神の人皇帝みたいなもんですね。ゼレンスキーは悪魔だ。もうはっきりしてるこれ。でこの戦いは最後にロシアが勝つ。そうなんですか。だからまあロシア人にとってはね、さ心地いいですよ耳にね。あそうですね。これロシアにとってはね。これロシアは大義名分があるんだ。神のね守られている。ゼレンスキーは悪魔だって言うんだから。だから結構ね注目される。 でねこれがまたね生々しいんですよね。そんなそんなに細かく書かれているというか予言されているということなんですね。ええ、でもその一方ではゼレンスキー大統領が世界から支持を受けることも予言していたってことなんですね。ここが。<え>ここか。ここ。はい。要は聖書の世界観でいうところの最終戦争なわけこれ。俺<ー>最終戦争に発展する。ええー。世界を二分する戦いになる。はい。だから。ええ ゼレンスキー、ウクライナ側につく連中と。ええうん、ロシア側につく連中。はい、こう、神と悪魔の戦いの最終戦争だという。話なんですよ。ンンそういう予言をしているということなんですよね。で、さらに、スラバ少年はですね。マイクロチップの存在を予言していたという。これは何なんですかマイクロチップ。これ。なくなったの九十三年よ。千九百九十三年。三。段階で。今から三十年前だ。マイクロチップ。<れ>ええ。すべての人間に。マイクロチップ。はい。 つまり、全人類は総背番号制になる。はい日本もなってるでしょ、もう。マイナンバー、マイナンバー、今ね、これねカード、カードって言って、カードなくしたらどうすんの、えー、そうですね。チップ埋め込むのよ。体の中か。すでにオーストラリアでは始まってますよ。えー、はいなんかやってるって話ですよね。もう、これね、聖書に書いてあるの。ヨハネの目示録ってい書いてて。えー 印をつけられる右手に印右手に印右手と額に印はいこれをこの数字がないものは物を売ることも買うこともできなくなるほらマイナンバー本当だねえ口座紐付けられちゃうよもう電子マネー不理解できなくなっちゃうよこれないとはいはいってことですもんねこれも マイナンバー数字で管理されるこれが悪魔の数字6 6 6 6 6 6だダミアンの世界だいや本当ですよこれあそうですかインターネットのワールドワイドウェブ WW って3つあるでしょはいあれ数字直すと666よバーコードバーコード見たことありますありますよバーコードはい。これバーと下に数字あるでしょはい数字がないバーがあるのよほう

インターネットもバーコードも二次元コードも,ードもののマイナンバーほら,ほら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 来た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 ,た,た,たじゃないけどいや<ん>そうなってるそうなんですか聖書の世界ではこの世の終わりにはそうなる、えーえー、つまり逆説的に言うと、えーえー、そうなってる今は週末ですよ週末か週末には何起こるの、えー、人類最終戦争ですよは 始まってるよ、えー、<laughs> いやいやいやこれ始まってるよ始まってるのよ始まってるんですかスラバ少年は、えー、これを予件してるほらまさ、あ、か当たってるその他にもいろいろありますからぜひですねこんな驚きの話題が満載の月刊ムー7月号現在好評発売中ですお読みになってくださいいや三上さん改めてムーすごいですねスラバ少年すごいね結構ね、えー、この今のねウクライナの戦争のいくつええー これ中国のこことも書いて、はいいてあるからぜひこれ読んででたただきたいです月刊シムーの編集長、三上武治さんでししたた三上さんありがとうございまニュースピッックアップでした。